このスバ。3.5 周年アニバーサリー、女神と騎士の幻想祭。もう 3.5 周年よ。素敵な思い出がたくさん増えたわね。そうだな、たくさん。ひどい目にあったよな。私も毎日爆裂魔法を打ちましたよ。さぞ成長したことでしょう。うん、そのせいで被害もたくさん出たよな。いろんな重い一撃を食らったが、これからも理想の一撃を探すためにもっとクエストへ行こう。うんうん、そんな目的のためにクエストに行ったことは一度もないけどな。何よカズマさん、せっかくのお祝いの日なのに盛り下がることばっか言って。俺だって言いたくないけど、こういう節目にこそ気を引き締めておかないと。お前らはもっと大きな問題を起こすだろ。ほら、胸に手を当ててこれまでのことをよく思い出してみろよ。うん、それはそうかもしれないが。細かいことはいいじゃないですか。もう 3.5 周年なのですから。これまで頑張ってきた私へのねぎらいの意味も込めてシュワシュワを飲ませて。お前にはまだ早い。まだ？何周年ならば飲んでもいいのですか？さあ、100周年くらいじゃないか。 100？ まあまあ、めぐみ、100年なんてあっという間よ。めぐみの私が言うんだから間違いないわ。アクア、お前はもうシュワシュワを飲もうとしてるのか。女神と騎士の幻想祭の内容を説明しなければならないというのに。女神と騎士の幻想祭でアクアとダクネスの新しいフェス衣装が実装されるんだったっけ。そうよ、水の女神らしくとっても幻想的な姿なの。こんな神々しい姿を一目見たら感激の涙で前が見えなくなるに違いないわ。私はその己に眠る野生が目覚めたとでも言うのか、いつも以上に体が重い一撃を求めてしまうのだ。いや、顔をあくらめながら言われても。けど大丈夫だ。他にも感謝の気持ちを込めたいろんなキャンペーンが始まるぞ。ここまで来れたのは応援してくれてるみんなのおかげだものね。みんなにも幸運が訪れますように。ブレッシング。今後とも応援を頼む。みんなの声があればどんな攻撃にも耐えられる。ええ、私と共に爆裂道を邁進していきましょう。これからもこのファンをよろしくお願いします。このスバ。めでたいですね。これからも爆裂道を邁進します。アイテム受け取ってくれよな。女神アクアがあなたにプレゼントをお渡しするわ。この素晴らしい記念を祝して女神アクア様からのプレゼントよ。お待ちしておりました。今日はどんな夢にしますか。さあ、今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。このスバッ。